草間正和は、日本の実業家、経営者、経営コンサルタント、新日本プロレスリング株式会社の第四代代表取締役社長を1年間、務めたことで世に知られる。様々な企業の養殖を経て、現在は株式会社総監、ビジネスネットワーク代表として、千葉県流山市を拠点に、草間聖一名義でも活動している。東京都葛飾区出身。 1969年、奈良市の私立、奈良市の高等学校を卒業。高校時代は、レスリング部で活躍。1973年3月に、法政大学文学部を卒業後、同大学の経済学部に、学士入学し1975年3月に、卒業。学生時代より、法律と会計を学び、将来は弁護士か会計士の道を望んでいた。 下着メーカーのトリンプインターナショナルジャパンでの財務部長を経験した後、渡米する。トリンプでは評判になった総長会議のメンバーとして活躍し、始行1時間前に出社し、吉越光一郎と多くの議題を解決することを経験する。1990年代はアメリカ合衆国で企業数社において副社長など経営人として勤務。ニューヨーク。 サンフランシスコ、ロサンゼルスにて勤務。その後手腕を評価され、2004年6月から2005年5月まで、新日本プロレスリング株式会社の代表取締役社長を務めプロレス業界と関わるようになり、ハッスルを運営する図のゼネラルマネージャーも務めた。彼が経営コンサルタントとして活動していく中で、アントニオイノキと知り合い、 猪木が株主である新日本プロレスリング株式会社、猪木事務所、インプ等々の代表、役員を歴任し、経営改革を行った。猪木事務所では異常に高かった役員給与、商用適正に戻し、新日本プロレスではそれまでの古い体質を改善し、銀行をはじめとする財務体質の改善を行い、それまでの銀行関係を大きく改善した。 また数々のプロジェクトを考え、それを実行し、それまで3年間赤字であった同社を黒字化し、その経営手腕は評価される。しかしながら、チョキの義理の息子であるサイモン・ケリーチョキを社長にしたいとの思惑から代表取締役を辞任する。その行きさつに関しては、新聞や週刊現代、雑誌にも紹介される。また、彼の著書、知りすぎた、私、 永久戦犯の中にも、その経営の実施内容も含めて紹介されている。その後、様々な会社の上場の手助けや、企業再生、内部統制、SOX 法の経営コンサルタントを行い、東洋大学等での講師、講演活動を行う。また、有料職業紹介の資格も取り、業務も行っている。DDT プロレスリング代表の高木三四郎が、幹事となり、 各団体の責任者、経理等の人間を集め、マスコミ、会計士、弁護士等も講師に呼び、草間プロレス経営塾を月1回ほどで主催している。2007年4月、流山市長選挙に立候補するも落選。流山市の改善を訴えて、現職候補に立ち向かったが、準備不足もあり、至らなかった。その後、 第21回参議院議員通常選挙への出馬も取り沙汰されたが実現しなかった。その経営手腕も期待され、かつてプロレス界のカルロスゴーンと言われた経営能力を期待する待望論もある。2007年11月、白石の第三セクターである白井リブランデー株式会社の代表取締役社長に就任し、同社の再生に努める。就任時には、 大手全国市場で数度取り上げられた。2008年2月4日には世界で初めての梨ブランデーから作ったバイオエタノールを使用した走行テストに成功し脚光を浴びる。2008年3月21日に新商品梨棒サブレを発売、発売後1ヶ月で年間売上予定額の70%を3ヶ月で年間予定額を達成した。その後も 新商品を次々と発売し、大手全国紙やテレビなどにも取り上げられた。2009年3月の決算期には前年対比133%という過去20年間で最高の売上を達成したが、営業損益は340万円の赤字となった。白石は8月28日に運営から撤退することを発表。草場は代表取締役を辞任し、 取締役となった。8月31日には会社を破産させることが決定された。2010年に入るとプロレス界への復帰とも取れる動きを見せ始め、5月には経営難に陥ったハッスルの最高経営責任者就任を表明。当初は自称 CEO に過ぎなかったが、結局7月にはハッスルの流れを組む。 新団体として設立された、ハッスルマンズワールドの CEO に実際に就任した。またそれと関連して、プロレスラーとしてのデビューにも言及するようになり、7月10日には、ハッスルのスピンオフ企画、ジェッツ1において、プロレスラーとしてもデビュー、初戦を勝利で飾っている。現在、株式会社総監、ビジネスネットワーク代表取締役でもある。千葉県柏市で、 千葉の名産品を販売する千葉の風というショップも経営する。数々の企業、団体で代表などを務めた。その他、多くの会社で経営コンサルティングを行い、IPO や企業再生、内部統制の業務も行う。また、東洋大学経営学部での講師も務める。電子書籍として、ミルフォンネットより5冊出版する。その他、雑誌、新聞連載多数。 ありがとうございます。